はい、えいちゃんちゃんです。ただいま、都営三田線の都営三田線失礼しました、都営大江戸線の築地市場に来ております。今から、中央市場前行きたいと思います。中央市場、あのやつが走ってるわ。フォークターレーターレーだ、あのやつ。築地ターレーすごいな、かっこいいな。築地散策、なんかすごい活気があるな、やっぱり築地。魚のいい匂いがするわ、磯の香りが。すごいね、築地市場。これが豊洲に移転になっちゃうんだもんな、どう影響出るかっていう。お寿司屋さんがありますね、寿司屋、箸屋さん。いろんなの売ってますね、包丁とか。すごい賑わいだな、さすが築地市場。すげえ行列ができてるわ。海鮮丼大江戸、すーげー行列できてるわ。めちゃくちゃ行列ができてる。ヤジ肉めちゃくちゃ行列、マジか。このカキラーメンっていうのが有名なんだな、すごいな。ここもめちゃくちゃ混んでんな。マグロ尽くし、おお、すげえ築地は活気があっていいな。でもこれが豊洲に行ったらどう影響するかっていう、まだ未知数だけど。すげえな、アイラブ日本、アイラブ日本っていうあるある。
スキルドンタク。そう。めちゃくちゃ混んでるな。大和すさまじく混んでんな。寿司どころ寿司屋がめちゃくちゃもう行列だな。あの場外市場すげえな。コーヒーの店愛用。すごいな。築地は活発的に動いてるな。おい、初めて来たけど活気があるな。なんか食ってきていいな。せっかく来たんだからな。何言われてたの。山本海苔り店の海苔屋だ。めちゃくちゃ混んでんな。魚菓子梅茶うまい。なんかいろいろあるからな。迷うなマジで。寿司ここは寿司はめちゃくちゃ空いてんな。ガラガラだ。店によって、ターレってやつやな。あれターレかっこいいよな。ターレも走ってるわ。かっこいいよな、ターレ。吉野家の牛丼があるわ。吉牛があるわ、そこに。ここに築地まで来て吉牛は食えねえよな。わさわさしてる。インドカレーイワシ。勢い富士の成果。
島わさび。すげえ。あれ。キノコとか売ってるわ。松茸。めちゃくちゃ飛んでるな。ちょっと行ってみるかな。築地魚河岸。すごい磯の香りがすごいな。磯の香りが築地魚河岸。なんか帰って帰りてえな。お土産を。300円のホタテでも食いてえな。ホタテ。え、みんな栗ご飯する？やっぱあれですね、今歩いてるの外国の人が半分以上ですね。まあ日本人だと思ったら中国の方とか、もう全く見当がつかない感じでみんないらっしゃいますね。でもまあ白人の方もいらっしゃいますね。魚の菓子、築地魚菓子。めちゃくちゃ混んでんな、おい。ルパン。場外市場。
ただいてから時間を持ってます。美味しかった。マグロ丼。タレなどは違う。丸来た。なんか魚ね。
はい、築地、そうですね、もうちょっと出てきたんで、またちょっと、場外市場でちょっと丼でも食べていきたいと思います。では築地市場から送りました。どうもありがとうございました。